今日は風が強いのね。 こんなところかしら。 嗯。Hmm. のみんなに当也に協力するようにお願いしてみようかしら <laughs> <laughs> よし そうと決まれば午後にでも姉さんあどうしたのならそんなに慌てて。

だけど、スレン様が拒めば、議員は軍部関係者には手出しだ、だから、そのサタが下るまで待てって言ってるだろスレン様が遠出してる隙に来るなんて、礼儀に反すると思わないのか大体いいお前たちの主は、東ヤ様にも判断を仰いでいないじゃないか。 わかりました同行しましょう姉さんですがその前に何があったのか教えてください3人組に関するお話ですか シャルかサルアナに何かあったんですね。 では、このナランも連れていきますそのくらいはいいでしょう<っ>軍事司令官の奥方に外出の準備もさせないつもりかよ。 シャルさんがいなくなったみたいなんだ。 嫌な予感ほど当たるものね。姉さんもしかして何か知ってい,いえ、何も知らないわ。私が呼び出されたということは、そうなんじゃないかと予測をつけていただけ。 シャルさんどこに行ったんだろう妙な事件に巻き込まれていないといいのだけどとりあえず姉さんは何も喋らない方がいいよどうしてやつらはきっと代わりに花嫁になった姉さんからの現地を取りたいんだ 彼女の抵抗心のせいで私は身代わりになったとかそういうふうに言わせたいんだそれで王でも覆せないほどの状況にしようと企んでるつまり他の議員も全員納得せざるを得ないような理由を作りたいそういうこと多分間違ってないと思うやつらはこれを機に トウヤ様が定めた選択法を廃止させたいんだ。<あ>どうする俺が兄貴が帰ってくるまで時間稼ぎしようか。いいえ、行くわ。たまたまの機会だっただけでこういう手段を講じてくる相手なら、これからも違う形でトウヤやスレンに歯まかってくるかもしれない。 そうなればさらに面倒な事態になる可能性もあるわ後になればなるほど紛失した時の不満は大きくなるものだから確かにだけど姉さんが脱走を否定したとしても他の人衛兵の目はごまかせないよシャルさんの様子がおかしかったのはちょっと噂になってたみたいだから。 ナランはその噂を知っていたのごめんどうしてかわからないんだけど姉さんにだけは言うなって兄貴から口止めされてたんだスレンがそれはいつのことえっと 兄貴が崖から落ちてから数日後だったかな。 とりあえずそろそろ行かないといけないわね黙っていたら余計怪しまれそうだものうんあ姉さんに黙ってるつもりがないなら俺に一つ考えがあるんだけど考え 名付けて。そっちが隠したんじゃないの そちらが脱走を自然と考えるのなら逆もまた然りよ。シャルには脱走した過去がある。だから姿が消えた時に一番言いがかりをつけやすい。実は女が脱走したと見せかけて法律を撤廃させたかったのではないあら。 医師と無関係に強引に連れてくるのは、卑怯ではないの 侮辱したつもりはないわ。ただ可能性を述べただけよそちらと同じでねならば最初から脱走だと決めつける貴様の言も侮辱だろうな。 どこかのバカが出しゃばるから大急ぎで戻ってきたんだよあ二人とも俺の不在時に急いで対応に当たってくれるとは よほど女の身を案じたと見えるしかも俺の嫁まで引っ張り出してどういうつもりだ 誰も脱走じゃないなんて言ってねえだろスレン 《面倒だが軍部の方で請け負う問題だろうな》 消えた女は何らかの犯罪に巻き込まれた可能性も考慮して、こちらで捜索するって言ってんだよ。脱走かどうかはその後判断する。<あ>二度言わせるな。俺は忙しいんだ。 お前が同意してくれるとは思わなかった。その代わりお前の部下も出せよ。女たち一人一人から事情を聞くには俺の部下はこわもてすぎる。手配しよう。 さすが俺の嫁。なかなかいい単価だったぜ。どうしてかばってくれたのあなたは選択法に反対してたはずでしょこの状況を利用すれば、私を屋敷に閉じ込めることもできたでしょうに。確かに、夫としては面倒な事態から嫁を遠ざけたい。でも、武人としては、名優の心を守るべきだと思った。 ただそれだけだスレンとはいえ事態が落ち着くまでは屋敷でおとなしくしてろ今回の騒動に乗じてバカをやらかす奴がいないとも限らねえからな分かったわじゃまた夜にな スレン<ん>あの怪が本当は誰かのせいだったんじゃないしかもあなたはそれをしていたんでしょふん <laughs> どうして言わないの俺が怪我したのはお前の親友のせいだって言えばよくさあなそんな昔のことは忘れたそれは優しさだから知らねえって言ってんだろう <laughs> 話は終わりか ありがとう。あなたほど心強い盟友はいないバカ <laughs> <laughs> 正直なところはお似合いだな。 姉さんは本当に愛されてるねえああ違うわよ今のは何だったのかしら やっぱり兄貴はかっこいいよなそれに比べて俺はそんなことないわあなたの案がなかったら時間稼ぎもできずに事態を悪化させていたかもしれないそれにナランがいてくれたから心強かっでもそれしかできなかった ごめん。二人がすごく似合いの夫婦に見えてって何言ってるんだろう俺それが当然なのに奈良<ら>本当ごめん俺頭冷やしてくれ。奈良 <laughs> 私こそ。<laughs> 確かなのか。 ルスが動いた。あっちにはまだ戦の傷が残ってる。その時期に動いたってことは、何か相応の有利な。それで、東ヤはなんと 俺も出る。第一部隊のみと言わず、全軍に出陣の命を出せ。おそらく今回のルスの目的は、単なる報復じゃない。ああ、本気で取り戻しに来たんだろうよ。そうでなければ、あの潔癖なルス王が闇夜に紛れるか俺が刃を交えた男は、 そんな高速でチンケな復讐に走る男じゃなかった万が一を考え当也には第一部隊をつけろあちらは本気で殺しにかかってくるぞああそれとダーラには悟られないように動け兄貴ナランお前にはあいつの見張りを任せたぞ すぐにバレるだろうがなる姉さんがこの木に乗じて暴動を起こすと思ってるのか姉さんはそんなことなの分かってる面倒なのは他の女だ屋敷から出せば先走った他の女の行動にあいつが巻き込まれる恐れがあるだろそっかでも兄貴悪いけど今回だけは命令を聞けないどういう意味だ 今回は、今回こそは、俺を戦に連れて行ってほしいんだ。お前にはまだ早いって言っただろう。俺もう十八だよ。そう言われ続けて何年経ったと思う普通に考えたら遅すぎるくらいだ。<laughs> それはお前自身のためか お前はここに残れ残って俺にもしものことがあったらあいつを…何言ってんだよ兄貴縁起でもないこと言わないでくれよ万が一の可能性を言ってるだけだろそれでも兄貴の口からそんな言葉は聞きたくなかった兄貴がいなくなったら姉さんだけじゃなくて俺も生きていけない <laughs> お前いつまで坊やなんだそろそろ俺から卒業しろよ。嫌だ。それに俺兄貴にそんなこと言ってもらえる資格なんか。俺が一番に信じてるのはお前だ。価値のあるなしは俺が決める。 俺が俺が兄貴を裏切っているとしてもへえどんなふうにどうせお前のことだからこっそり酒を飲んだとかそんな。 兄貴が崖から落ちた夜、姉さんは兄貴のところに行こうとしたんだ。だけど、俺が真相兄貴が姉さんを愛してるっていう事実を知れば、姉さんは絶対に兄貴を好きになると思ったから。だから俺は、嘘をついた。 それだけじゃないんだ他にも姉さんと一緒に出かけたいからって兄貴のための野菜を隠したり知ってるえ何年一緒にいると思ってるんだお前の考えてることなんてすぐにわかるそれならどうして あいつはお前の前なら笑う遠くからでもそれを見ているのは結構楽しかった俺はなあの光景を気に入っているんだそれが兄貴それにあいつだってお前のこと違う姉さんは兄貴を愛してる 姉さんのためにも、俺には兄貴を守る義務がある。兄貴が危険な場所に行くのなら、俺が盾になるよ。だ。ダメだって言っても、ついて行くから。<laughs> なんつうかお前って実は最強だよなそれじゃ俺についてこいああ <laughs> 絶対に俺が兄貴を守るよ <laughs> 期待してるぜ 撤退撤退だ まったく女ってのは恐ろしいなとお前もそう思わねえか 兄貴、ここは俺が食い止めるから兄貴は先に行ってくれバカかこんなところにお前を置いていけるわけねえだろお前こそ先に頼むから頼むから守らせてくれよ兄貴姉さんのためにも <laughs> 俺なんかじゃ兄貴の代わりにはなれない 兄貴わかった。それじゃあ、最後に一つだけ。 《兄貴》俺の最後のわがままだ《うん〔兄貴》お前が死んだらあいつが一人になるだろう俺はあいつに痛みしか与えられなかった。 そんな俺が戻ってついた男が死ぬのかあいつの気持ちを考えるのなら戻るべきなのは俺じゃないああ <laughs> そういえば。 行け。こいつを東哉のもとに送り届けろ我こそはナスラ軍事司令官スレン手柄が欲しいやつはかかってこい なら愛してる。あっ 縁起でもない。 結局また私は何もできなかったのか。 ーリーどうして今なのならスレン二人とも無事に戻ってきて。 二人が帰ってきたのわからない <laughs> か

ナランなら俺の後ろにいるよかった。 気を失っているだけなのね。あ、問ヤスレンは？うん、なぜ、黙っているの？ねえ？ ルスレンは留守王オ王里の軍と最後まで対峙していたらしいどういう意味ナランの体にこれが巻きつけてあったあこれ。 俺の軍が退治していたのは陽動だったルスオは街道を進んでいると見せかけ裏から王都に進もうとしていたらしいスレンの軍は奇襲に次ぐ奇襲で行く先々で撤退を強いられ最後には俺の軍に合流することもできなくなったまるで内通者がいたかのような 巧妙な手口だったと聞いているそれでそれでスレンはどこにいるのよ <laughs> 答えておそらくスレンはたった一人で軍勢に立ち向かいその末に留守王王里に 撃ち取られた。<laughs> あちらが引き返したのを見るに、スレンは、 留守王に何らかの傷を負わせたのだろう本当に軍神として見事な最後だったと誇りに思う。 ありがとうえ<っ>俺の友のために涙を流してくれた涙 <laughs> 俺そうだ兄貴これがあなたの体に巻かれてたってこれ 俺、兄貴を探しに行かなくちゃならスレはもう違う <laughs> だって死ぬはずだったのは死ぬべきなのは俺だったんだなら。<laughs> こんな現実は嘘だ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  <laughs>